はい、こんにちは、ポップです。エフェクトチャンネル、6月11日木曜日、本日も先進国通貨4ペア4通貨の解説から始めていきます。順番はいつも通り、米ドル円から始めまして、5ドル円、ポンド円、そしてユーロドルの順番で解説をしていきます。 いやちょっとね、えー、最近は疲れ気味ということで、えー、皆さんはね、えー、今お仕事の方、どのような状況でしょうか。えー、私もね、えー、昼間の方は、えー、まあ金融機関でね、えー、働く、まあ、サラリーマンということなんですが、えー、大手町とかね、えー、東京の大手町見てみても、もうね、えー、ほぼ満員電車、そして人混みということでね、えー、かなり疲れるということに加えましてですね、えー、とうとう私のね、えー、会社の方もリモートワークが終わってしまいまして、えー、完全にね、えー、週5日働くということで今日はその4日目という形でございます。 今まではね、週2回ぐらい休んで、休んでじゃないですね、リモートワークという形でございましたが、完全にね、通常モードというところでね、疲れが出たところでございますが、しっかりとね、解説をしていきたいと思いますので、よろしければ最後までご視聴ください。はい、それではね、いつも通り、まずはね、全体の相場感見ていきましょう。昨日はね、大きなビッグイベント、FOMC がございました。まずはそのニューヨークマーケットからです。ニューヨークマーケット、ダウ平均は前日比。 マイナス282ドル、終わり値で2万6989ドルということで、えー、久々にね、えー、2万7000ドル割れ、1.04%の下げという形で、えー、1日の取引を終えたというところでございます。 えー、FOMC の、ねえー、結果を受けまして、えー、ちょっと、ね、厳しい将来の見通しということで、まあ、アメリカの、ねえー、金利政策、えー、今、ね、ゼロ金利が続いておりますが、こちらが2022年の末までは、えー、ゼロ金利を、ねえー、継続していくという方向性も、えー、示された通り、えー、かなり、ね、見通しの方は厳しいというところでございました。まあ、それを受けまして、ね、ダウ平均の方は、えー、ちょっと、ね、乱高下したんですが、最終的には、えー、2万7000ドル割れ、約300ドルぐらい下げたという状況でございます。 そして、その流れを引き継いだ東京マーケット、日経平均は大きく下げております。日経平均は前日比、マイナス652円。 終値で 22, 2万2472円ということで、こちらは、ね、2.82%と比較的、ね、大きな下げ幅というところでございます。もちろん、ね、FOMC の結果を受けまして、為替の方は円高方向に進みましたので、まあ、その影響が、ね、大きな要因ということで、日経平均は、ね、大きく下げたという状況でございます。そして時間外取引もです、ね、日経平均の方はさらに下げておりまして、今は2 22, 万2200円台。 そしてダウ平均の方もですね、大きく昨日の終値から下げておりまして、まあ、2万7000ドルをね大きく割り込む、今は2万6300ドルぐらいというところでございます。もちろんね、低金利が継続するというところを受けましてですね、長期金利、アメリカの10年,10年国債利回りですね、こちらの方も0.7%付近ということでね、かなり利回りの方も下がってきている。株式相場が下げている中で金利も下がってですね、安全資産と言われるゴールド。 こちらが、やっぱりね、アメリカの利回りが下がってきますと、では安全資産のゴールドを持とうという形になってきますので、こちらの方はゴールドはね、逆に株式や利回りの低下を受けて上げているという状況でございます。ちょっとね、前置きの方長くなりましたが、このような状況でね、為替の方はどのように動いているでしょうか。まずはドル円の方から見ていきましょう。はい、ドル円相場15分足約1日の時間軸をご覧ください。 こちらがですね、えー、昨日の動画解説のタイミングでは、107円50銭を下回るような状況でございましたが、まあ、ねえー、下落トレンドということで、移動平均線の方は右下下がりの状況でございました。 その後、ね、FOMC に向けてじりじりと価格を下げる中です、ね、ここに上髭がぴょこんと出ておりますが、1回フェイクが入って、そのまま、ね、下落トレンドということで、先ほどもお話ししました短期金利、ゼロ金利がです、ね、2022年ですねの末まで続くというところを受けまして、こちらは円高方向、そして東京マーケットも、ね、107円をうろうろしながらも、最終的にはそこを挟みながらの攻防ということで、今は107円 を少しばかり回復しているという状況でございます。 ただね、これを見ていただきます、60分足1週間の時間軸で見ていただきますと、かなりね、今週に入ってから円高が進んでいるという状況でございます。110円までね、近づいてあと少しというところでございましたが、こちら移動平均線、右肩上がりの移動平均線を明確にね、今週入って割り込んでからはですね、下落トレンドということで、移動平均線が右下下がり、そしてその上、下側ですね、下側でレジスタンス要線から陰線 に平均足が切り替わるという形でね、下落トレンドが今週に入って続いているというところでございます。 後からご覧いただきます4時間足ですとね107円の方にサポートがありますので一旦はね今サポートに入っているとサポートが入っているという状況でございますが今ね移動平均線の方も追いついて下がってきておりますのでまたね今要線で少し反発している状況でございますがこちらが陰線になったら再度ね下げの方は続いていくという形になろうかと思いますよってですね60分足ベース今の要線が陰線に平均足のチャートがね入れ替わった時にはショート そのチャンスという形になりますので、まあ、そこを、ね、狙いをつけてショートを取っていくという戦略を、ね、今のまま変えない方がよろしいかなと思います。もし、ね、これが大きく反発した場合は、ちょっと、ね、損切りをするだけという形でございますので、トレンド転換のサインが出るまでは、しっかりとトレンドに沿ってです、ね、今の右下下がりの移動平均線。 えこの付近で要線から陰線になるというところでね、しっかりとショートを組んでいくというところでよろしいかと思いますので、参考にしてください。し見てみましょう はい、えー、4時間足で、ね、先ほど107円にサポートがあるというお話をしましたが、約1ヶ月間の時間軸の中で、5月の、ね、下旬ぐらいは107円から108円の、ね、レンジ相場というのが3週間ぐらい続いていたというところでございます。その、ね、上限108円を、えーね、昨日サポートを受けることができませんでしたので、まあ、そのまま、ねえー、昨日じゃないですね、すみません、おといですね、108円下がってしまいまして、今度は、ねえー、このレンジ相場のレジスタンスではなくて、 サポートラインですね。107円のところに今、試しているというところでございます。一旦ね、陰線から陽線になっておりますので、こちらもね、一旦はサポートが入るという形でございますが、これからね、下がってきている移動平均線、この下側で陽線から陰線になりやすい下落トレンドという形でございますので、一旦は反発が入るかもしれませんが、この移動平均線、4時間足の移動平均線よりか、下側で陽線から陰線に切り替わるということであれば、4時間足中期的な スイングトレードを取る方はショートのチャンスかなというところでございますので参考にしてください,、はい。以上で米ドル円の解説を終わりまして続いて5ドル円を見ていきましょう。 はい、えー、5ドル円の方も円高方向が続いているという状況でございます、えー、昨日の動画解説のタイミングはなんとかね、えー、75円のサポートと、えー、上はね、75円50銭の方にレジスタンスが出ていたというところでございます、えー、しかしだからね、FOMC こちらのタイミングですね一旦は上方向75円50銭を抜ける場面があったんですが、えー、明確にね、えー、そこから上ひげをつけて下方向そして、えー、75円というね、今まで サポートが入っていたところを割り込みますと完全に下落トレンドということで移動平均線が右下下がりその下側で陽線から陰線に切り替わるというね下落トレンドでございます今は74円というねこちらも明確な節目でございますのでこちらでサポートが1回2回と入っている形で今3回目のね74円割れが試されているところでございますがまあ、こちらの方もね74円割り込んでしまいましたらまだまだ下落トレンドが続くかなという状況でございます えー、こちらを、ね、1週間の時間軸、60分足でご覧いただきますと、こちらもね、えー、昨日の75円の、えー、レンジ相場、こちらをこなしてです、ね、FOMC をきっかけに、再度右、えー、平行の、ね、移動平均線を下抜けて、右下下がりの移動平均線にまた変わってしまったという状況でございます。 もちろんね、移動平均線が右下下がりということであれば、その下側でね、要線から陰線に切り替わるという形になりますので、このあたりもですね、60分足で要線が出てきたところから、今、陰線に変わりましたので、再度74円を割り込む可能性が非常に高いという状況でございます。高いところではね、77円近くまで、ね、上がってきたところもありましたが、完全にね、まずは調整から入りまして、FOMC から完全な下落トレンドに転換という形でございますので、 ま引き続きね大きな反発が来るまではですね,ねちっこく股、えー、移動平均線の下側で陽線から陰線になった時にはショートを組んでいただくというようなスタンスでよろしいかと思います。四時間足見てみましょう。はい、えー、こちらはね綺麗、えー、な、えー、比較的平均足のチャートとなっております。 同じくね、1ヶ月間の時間軸でございますが、上昇トレンドのところでは移動平均線がね、右肩上がりでしたので、その上側もしくはその付近で移動平均線よりか上側でですね、陰線から陽線に切り替わるというね、サポートが入っていたという状況で、上昇トレンドが継続していたという状況でございます。 ただね、今週に入ってから移動平均線を明確に割り込んでしまいますと、勝負どころの昨日の FOMC ですね、一旦は陽線で反発していたんですが、移動平均線の下側で陽線から陰線に切り替わってしまいましたので、そこからは下落トレンドという状況でございます。74円、心理的節目ではございますが、過去のこちらですね、4時間足で見てみますと、サポートライン、明確なサポートラインではなくてですね、まあ、73円、もしくは明確な 次の、ね、サポートラインが72円という形になってきますので、まあ、最悪、ね、72円ぐらいまでの下落というのは、ね、今後1週間で、ね、出てくる可能性は十分にあり得るという状況でございます。ちょっと74円のサポートは力不足かなというところでございますので、まあ、73円、72円に向かってです、ね、先ほどお話しした通り60分足ベースで移動平均線の下側で陽で線、ね、から陰線になるというところがあればショートを組んでいくというところは、ね、4時間足を見ても分かるところから と思いいますので参考にしてください、はいえー、以上で5ドル円を終わりまして続いてポンド円を見ていきましょう、はいえー、ポンド円も、えー、5ドル円と、ねえー、ほぼほぼ同じような動きをしている状況でございます。 昨日の動画解説のタイミングでは137円を挟みながらの攻防というところでございました。一旦ね、下方向に下がる中で FOMC ですね、こちらが再度下137円を割り込んでいたところから、一旦は上抜けするというところでございましたが、結局はね、上髭で15分足ベースで再度ね、137円を割り込んでしまったというところで、明確に移動平均線が右下下がり、その下側でですね平均足のチャートが要線から陰線に切り替わる。 という形で下落トレンドが続いたというところで今は136円こちら一,貫一旦サポートが入ったんですが移動平均線にレジスタンスを食らって割り込んでしまってますので136円の回復が今のところできていないという状況でございますこれをね60分足で見ていただきますと基本的に下落トレンドが継続中という形でございます移動平均線がね先週までの上昇トレンドから右下下がりの、ね、下落トレンドに移ってしまいましたので そうなりますと、ね、ここが分岐点でございます移動平均線を割り込んで,です、ね、反発したところでも右下下がりの移動平均線でレジスタンスを下ってしまいましたので、まあ、そのままね下落トレンド継続ここの FOMC の部分で少し、ね、137円の攻防があったんですが結局は、ね、FOMC を最後に137円が陥落してしまいまして今は136円こちらを明確に割り込んで逆にね蓋をされているような状況でございます 今も移動平均線が右下下がりの中で、その下側で、ですね要線から陰線に切り替わっているという形で、引き続きねショート目線でポンド円の方も5ドル円同様ですね、攻めていただくという形で、まあ、反発してね移動平均線を超えてしまったら、損切りをするという条件のもとで、引き続きね今の状況であれば、ショートを組んでいただくという形でよろしいかと思います。し見てみましょう はいえー、4時間足の方もね、えー、し,しばらく陰線が続いているという状況でございます。 1>, まあ1ヶ月の時間軸となりますが、えー、何回か、ね、説明している通り、以前は133円を、ねえー、抜けてから、えー、大きな、ね、上昇トレンドに乗ってきたというところでございます。えー、勝負どころはこちら138円を少し下回った移動平均線ぐらいですが、一旦は、ね、サポートが入ったんですが、えー、すぐさま、ね、移動平均線を割り込んでしまってからは下落トレンドという形で、反発しても移動平均線の下側で陽線から陰線になる。そして等々、えーとうとうね、移動平均線が横ばいから 今、右下下がりに切り替わっておりますので、まあ、スイングトレードをされる方は、4時間足ベースで、ね、しっかり見ていただきながら、えー、要線が、ね、出て反発したところで、移動平均線より下側で、その要線が陰線に切り替わるという形があれば、しっかりとショートを組むというパターンで、えー、こちらも、ねえー、全く5ドル円と同じような形で、ね、よろしいかと思いますので、引き続き、ね、トレンド相場というのは、えー、まあデートレがしやすいという形になりますので、ショートを狙っていきましょうという形でございますので。 参考にしてください、はいえー、以上でポンド円を終わりまして最後にユーロドルを見ていきましょう、はいえー、ユーロドルの方は少し方向感がないんですが、えー、ボラティリティはね、えー、そこそこあるという状況でございます、えー、昨日の動画解説のタイミングですと、えー、1.1350、えー、と1.14の間にね位置しているというところでございました FOMC までは基本的にはね、そのレンジ内1.1350と1.140、こちらですね、のレンジ内でしたが、こちら、大きく上髭と下ひげをつけながらですね、大きく荒れたのが FOMC でございます。結局のところね、このレンジを大きく割り込むことも上回ることもなくですね、1.1350を加減としまして、1.14が上限ということでね、まあ、行ったり来たりしていたというところでございます。ちょっとね、東京マーケットのところで1.1350 終割り込む場面があったんですがすぐさま V 字回復ということでね、まあ、平均すると1.1375ですねここの中心のところを挟みながら、まあ、うろうろしているのが FOMC5 の動きというところで方向感が出ていないユーロドルでございます。 そして60分足ですね、こちらご覧いただいても、ですね今までの上昇トレンドから、今、移動平均線が横ばいになってきておりますので、基本的にはこのボリンジャーバンド、2シグマの上限と下限を行ったり来たりする相場に切り替わっております。 移動平均線がね、傾きがあればトレンド、上昇トレンドということで、その上側を平均足のチャート、そして右下下がりということであれば、その下側をね、平均足のチャートが位置するというところでございますが、完全にね、横ばいになりつつあるというところであれば、この移動平均線を挟みながら、ボリンジャーバンドの上限と下限を行ったり来たりするレンジ相場でございます。トレンド相場に比べてね、少し苦労の割にはリターンも少ないという。 こちらは移動平均線が横ばいというね、レンジ相場でございますので、積極的に、えー、私個人的にはですね、レンジ相場の時にはポジションは取らないというようにしております。 ということでね、こちらはあくまでも1.1350を明確に下回るか、もしくは1.14を明確に、ね、上髭下髭ではなくて、明確に実践ベースで上回るかですね。そのトレンドが出てからのポジションでよろしいかなと思いますので、今の段階でユーロドルの方は無理にポジションを取る必要がないということでね、見送りの方を推奨させていただくという形でございます。4時間足も見てみましょう。 はいえー、4時間足の方もですね、えー、上昇トレンドが、まあ、一部ね、えーまあ、移動平均線が横ばいのレンジ相場がございましたが、それを除いてですね、えー、上昇トレンドが続いていたという状況でございます、えー。上昇トレンド、右肩上がりの移動平均線の上側で平均足のチャートが陰線から陽線に切り替わるというね、押し目をつけながら1.14のところまで上がってきたというところでございます。しかしながらね、移動平均線の角度が徐々に収まってきまして、今やね、もう横ばい になりそうだという形でありますのでまあ1.14が上限となりまして下の方はですね1.13もしくはこちら1.1250ぐらいまで下がることを想定しておいた方がよろしいかなというところでございますまあこのねレンジのところで勝負するよりも先ほどお話し,した通りまあえと上回るか下回るかによってですねトレンドが出てきますので移動平均線の傾きが出てからでもですね勝負はできると思いますので今の段階では大きなねロットでポジションを 取るのは、まあ、黒の割にはね、えー、リターンが少ないというところを含めますと見送りがやはり今のユーロドルはよろしいかなというところでございます。 はい。えー、以上でね、先進国通貨4ペア4通貨の解説を以上といたします。えー、ちょっとね、えー、今日、昨日はね、LINE の推奨トレードの方は FOMC の方で、えー、ありましたので、お休みとさせていただきましたが、えー、今日はね、しっかりと配信をしていきますので、よろしければご覧いただければと思います。えー、あとね、今回の動画が少しでも参考になったという方はですね、いいねボタンを押していただきますと、えー、サラリーマンのね、疲れてる私のエネルギー補給にもなりますので、ぜひよろしくお願いいたします。えー、あと Twitter の方もですね、引き続き、 マーケットのところとま政治的なところもねつぶやいていきますのでよろしければフォローの方よろしくお願いいたします今回は以上です今日も一日ねお仕事とトレードお疲れ様でした今週もねあと一日サラリーマンの方はですねま金曜日ね明日で最後でございますので頑張ってねお仕事進めていきましょう今日も一日お疲れ様でしたバイバイ